はい、皆さんこんにちは。群馬県伊勢崎市にあります平田ドラム教室、ドラム講師の武藤です。はい、今日はワイヤーブラシの紹介なんですけれども、ちょっと変わり種です。じゃじゃん。はい、一見まあ普通のワイヤーなんですけど、わかりますかね、この先端がこう丸いのがついてるんですね、ここに。はい、この粒粒が、はい、これはですね、ビッグファースのライブワイヤーズっていう、ブラシなんですけれども、先端に多分溶接かなんかでこう玉がね、こうくっついてるブラシになってます。いっぱいついてますね、一本一本に、玉がついてます。じゃあこれでちょっと叩いてみたいと思います。こんな感じでですね、すごく音が、音量がでかいです。はい、でハイピッチな感じがちょっとしますね。ちょっと固めのワイヤーになってまして、叩いても全然使います。音も普通のワイヤーで、ワイヤーブラシで叩くよりは、粒立ちがいいと思います。はい、これすごい、なんかね、野外ライブとかでちょっと音量を抑えたいけど粒立ちをはっきり聞こえたいなんていう時には本当に持ってこいかなと思います。こんな感じですね。はい、でなんか前動画で見たんですけど、そのアーティストのジョジョメイヤーさんですね、これ使いながらなんかこうヘッドに押し合って、多分俺できないんですけど、こうスナッピー代わりみたいな、これを当てながらマレットで叩いたりとかね。今これオフなんですけど、みたいな、なんかね、こういうので遊んでやってましたね。すごいいろんな使い方があるワイヤーだなと思いました。はい、皆さんもぜひ、こちらビッグファースのライブワイヤーズゲットしてみてください。はい、以上、ご視聴ありがとうございます。